本税寺、本学院病、平野長勝漢文8年2月9日は、山と交代より愛表五州田原元二代領主、平野町大の長男、性質は、小浜光高の娘、通称圏大蘭、妹に、下妻中虎の妻、養子に、平野長政、官営五年二領を相続し、従主軍役王子村に、仮陣屋を構えた、年元に、 神野の建造を始めるが、寺内町を支配する浄土新州教業寺と対立した。正法四年教業寺を清に移転させ、その後に本税寺を同地に移し、残りの土地に炎上寺創建、浄土新州本願寺派、現上省寺を建立し、本税寺を菩提寺とした。慶安元年に神野は完成し、 それまでの薬王子村より移り、町割りの整備をした原元の基礎を作った。明暦2年12月8日、将軍、徳川家月の命で長政を養子とした。漢文8年に66歳で没し、養子の長政が後を継いだ。霊病は、教法2年11月に50回期に読んだ医療主、平野長英が混流した。尾張群諸系図部署では、 超大帝の長茂を長大の養子として、長勝は長茂の子として記されている。ありがとうございます。